こんにちは。素直サイズ、なおです。今回は、マフラー&マーガレットが編み上がったので、マーガレットとして使えるように、この平編みした部分を筒状に閉じていきます。メランジが3玉と 25.5g 残っていたところを残りちょっとぐちゃぐちゃなんですけどこのぐらいまで使い切りました。そしてこの袖の端っこから端っこまでなんですけどちょっと広げて測るには大変だったので自然に折った状態でちょっとポンと自然に置いて折れ曲がったところからこの袖口のところまで測ったところ67センチあったので長い状態にするとだいたい134センチあることになりました。でこの幅はだいたい20センチちょっとなのであの目安でやった目数の決め方でだいたい合っていました。でこの状態でちょっとこの脇のところを仮止めして袖を通したところ十分な長さが取れたのでこれで閉じていきたいと思います。使うのはとじ針とハサミが必要です。で閉じる前の準備としてはこの鎖編みみたいな目の数を数えておきます。で試着した時にの袖の部分をどのぐらいまで閉じるかっていうのをだいたい着脱しやすい長さがあると思うのでお好みで決めてください。私はこの鎖を1,2,3,4 って数えていったところ40鎖分なのでだいたいだけど35センチぐらいで閉じた方が脱ぎ着がしやすそうだったので私の編んだサイズだと40鎖分がだいたい35センチぐらいになっています。でここから閉じる作業をしていきます。ちょっと穴が大きめのとじ針を用意してとじ針に糸を通していきます。とじ針に糸が通せたらくっつけていきます。閉じるところはこの編み方の閉じるのは結構何回もやっているんですけど鎖と鎖の間のこの目をこっちとこっちと上と下と交互に拾っていきます。で端っこの部分は下から上に反対側の方の下から上に糸を出して元々出てた方も下から上に糸を出してここが一目目になるからこの辺りに糸を出して
こんな感じにねじれるようになってたら糸をギュッと引き締めて、これでくっつけていきます。でこことここをこことここの間の鎖、ここと反対側のこの目とこの目の間の糸のところを作って、糸を引っ張るとくっついていきます。で何個か編んでからギュッと引っ張った方が楽なので、で前の糸はここのところから出てるので、その上の鎖と鎖の間、こことここと糸がここから出てるので、その上の鎖と鎖の間の目のところ、間の糸のところをこんな感じでちょっと残しておいて、次の鎖と鎖の間と、これが閉じてる糸なので、その上にある鎖と鎖の間っていう感じで、ちょっと糸を残したまま何目か、ここから出てるからこの上のつなぎ目のところと、この糸の上のつなぎ目のところ同士を一個ずつちょっと拾っていって、こことこの鎖と鎖の間のこの目を何個か拾ったら、これとこれ何個か拾えたら、この出発地点のあたりをちょっと押さえて、そのままギューッと引っ張ります。これで閉じれました。板目ゴム編みみたいにメリヤスとメリヤスが隣同士でくっつきました。こんな感じで、で出発点を押さえてないとギューッと引っ張りすぎて縮んでしまうので、すぼめたところがどこだったか覚えておいて、そこは引っ張らないようにして、新しく編んだところ、新しく閉じたところだけの糸をギュッと引っ張るようにしてください。で引っ張った後にちょっとこう少しこっちになじませるようにしておくと、引っ張りすぎが少しだけ軽減されるかなと思います。このやり方でこの印をしたところまでどんどんやっていきます。一回ギュッと引っ張っちゃうとどこからやるかちょっと分かりにくいんですけど、一番くっついてるところのすぐ上のつなぎ目のところ、このちょっとめくって鎖と鎖を確認して、拾うところを確認して、これとここから出てるのでこの糸、鎖と鎖の間、こんな感じでちょっと残しといて、また何目か拾って、
輪編みになってからの方がこのつなぎ目は拾いやすくなります。こんな感じで何目か拾えたらもうちょっと拾っときます。何目かが拾えたら一番最後に引っ張ったところを押さえといて、この糸をギュッと引っ張っておきます。これでくっつきました。くっつくとちょっとモコモコってなります。こんな感じで印のところまで閉じてきます。印のところまで閉じれたので糸始末をしていきます。糸を後ろの方に適当に出して裏返して糸処理の仕方も結構何回かいろんなところでやってるんですけど、この開き口はちょっと補強しておきたいので行ったり来たり何回かこうぐるぐるとさせて広がらないように、気をつけて後はこの閉じた部分のポコッとしたところに糸を絡めて終わりです。糸を割るようにアクリル毛糸でちょっと滑りが良さそうなのでちょっと多めに帰ってきて、突っ張らないように気をつけて、でもう一度念のため後ろの方に下に戻っていこうと思います。糸を割るようにして編み地が突っ張らないようにだけ気をつけて片方できたので同じようにもう片方も閉じていきたいと思います。こんな感じで ここを閉じてるんですけどこんな感じにきれいに閉じれます。これで閉じ作業の説明が終わります。で最終的なもう片方もやらないといけないんですけど、残った糸がこのぐらいだったので
多分 2.5 倍、2倍から 2.5 倍ぐらいあると大丈夫だと思います。閉じ糸、最初にこう肘のあたりから二の腕の真ん中から手首まで2倍ぐらい取ってると思うんですけど、その感じで足りました。なので反対側も同じぐらいの閉じる用の糸を残しておいて閉じていくっていう形になります。一応これ モヘアの糸で試着動画は出しているんですけど、メランジだとどんな感じになるかっていうのは画像で残そうかなと思っています。なので今日は閉じ方のご説明をさせていただきました。これで完成させることができます。で、本当の完成した着画などはまた次回、あとその時にもう一回着丈とか幅とかご案内したいと思います。ちょっとその時に残りが何グラムで、全体で何グラム使ったかっていうのも次の試着の画像の時にお話ししたいと思います。今回はこの閉じ方のご説明をさせていただきました。今日はここまで。最後まで見ていただきありがとうございます。終わり。